5、4、3。よりみが疲れた。ずっとスタンバイしてましたからね。はい、はい、こんばんは、成田ドームです。本日もですね、私成田ドームが声優になるべく活動中で、やっているんですけれども、まあそのための番組っていう風なわけで、ごめんなさい、すんごいはしょった今。すんごいはしょった。とりあえず明日のね、女の子や、ゲストの方々と一緒に、アニメについて深く知ったり、まあそういった形で、進んでいきたいと思います。またはしょった。今回はですね、ゲストは、まあノンゲストっていう風な形で、やっていきたいと思うんですけど、そうだね。ある意味初めてですよね。そうです。はじめましてです。ある意味初めてです。はじめまして、皆さん。はい、新アシスタント水色いじみさんです。よろしくお願いします。はい、それではクレジットの方をどうぞ。この番組はおそろい専門ショップたまよ、レザー専門ショップリュウグウ、シビア美容室エルドラード、 AKB が私眉毛サロンミアン以上のサポーターで成り立っています。はい、改めまして成田ドームです。そしてアシスタントの新人声優水色泉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、簡単なフリートークをね、毎回ここでやっているわけなんですけれども、はい、ある意味初めてで、そうなんですよ。だけども2回目というね。実は2回目、ね、でもまあ初めまして、初めまして、はい、じゃあ初めまして、初めまして、はい、水色泉の漢字を教えてください。はい、普通に水、飲む水に、はい、色に、はい、せっかくあるんで書きましょう。あ、そっかそっか。ちょっとほんとなんか水っぽい感じなんですけど、はい、それで衣装も水色なんですね。あ、そうなんです。ってか、もともと水色好きから、この名前を付けていただいたんです。水色泉です。しかもこれ、ひらがなにしていただくと分かりやすいんですけど、どっちから読んでも水色泉になるんですね。皆さん、そうやって覚えてください。水色泉、あ、本当だ。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、ではですね、早速なんですけれども、はい、コーナー入っていっていいですか。あ、どうぞ。ついていきますので。初めてなので、わからないんでついていきます。2回目ですけどね。まあ、そういったわけで、はい、早速コーナーの方に行きたいと思います。はい。はい、Dレモ的雑談トリビア。まあ、このコーナーではですね、はい、私、まあ、成田ドームはですね、はい、今興味を持っているものだったり、はい、そういったものに関して話をしていこうという、さっきの雑談コーナーと大差ないコーナーでございます。なるほど。それにちょっとあれですよね、尻尾がついた。尻尾がついたじゃない、なんだろう。あ、おひれがついた。あ、おひれ、おひれつかない。なんだろう、なんか脚色したような感じですね。そう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 、深く掘り下げたってことですよね。なんだろう。なんだろう。はあ、来てますよ。え、そういえばブログ更新していますか、水色さん。してますよ、皆さん。してます。てもう3日に1回ぐらいはしようって決めたので、してますよ。毎日更新しましょう。頑張ります。毎日頑張ります。じゃあ、おお、はい、もうね、早速コメントありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ前回見ていらっしゃる方なんですね、ということは。もうむしろその方が見てくれてます。ありがとうございます。はい、覚えてていただいて、はい、ありがとうございます。よかったです。じゃあですね、まあ雑談トリビアってわけなんですけれども、はい、まあ雑談っていう方の、まあ雑談じゃない、トリビアっていう方のトリビアではないんですが、ほうほうほう、まあ、僕自身が今すごい興味があるものを、はい、まあ、ピックアップしていくという、はい、コーナーではありまして、ほうほうほう、はい、それのまあ一つとしてですね、はい、まあ、これ本来であれば、はい、うち今 D シスターズっていうね、はい、なんかどんな妹たちっていう、らしいアイドルユニットがいらっしゃるんですけど、はい、いらっしゃる、おかしい、いるんですけれども、なんか立てちゃった今。なんか立てちゃった。いるんですけども、はい、そのうちのね、三女、
三女、はい、キャナっていう女の子がいまして、ほうほうほう、あのその三女の影響で、あの僕が始めたとあるものがあるんですよ。はい、まあ、それがこちら。じゃじゃーん。あ、見えないだろうな、ちょっとちっちゃいかな、見えないかな、見えるかな、はい、ドーン、見える？ドーン、はい、見えた、見えた、はい、バンガード、バンガード、バンガードっていうカードゲームでございます。知ってます、ありがとうございます。はい、はい、こちらですね、はいはい、あのテレビ愛知でまず放映したっていうふうなとこもありまして、はい、あの主人公の名前が千堂愛知っていう、千堂愛知、おお、あ、そうなんですか、そうなんですよ、あ、ちょっとトリビアこと、トリビアこと、トリビア、今へー出た、へーが、こういうこと言えた、よかった、自然に出た、よかったよかった、うん、というわけで私がですね今バンガードハマっているわけなんですよ、はい、はい、で、まあ、まあバンガードの中でもね、はい、まあ、普通のカードゲーム、カードゲームやったことありますか？私あのこういう本当のカードゲームっていうのはちょっとしかやったことないんですけど、でも、はい、あの皆さん多分知ってるかな、 DS とかで出てるんですけど、カルトセプトっていう、カルトセプト、あ、知らないかな、カードゲームを超やってます。おお、はい、え、それはゲーム内で、そうなんですよ、あのカードを買ったりとかして、買うっていうか、もともと持ってるものがあって、そっからこう勝負していって、うん、新しいカードをどんどんもらっていくっていう、あ、勝つことによってもらえるっていう、そうなんですよ。あ、ツッコミ来てます。え、毎日してください。あ、わかりました、じゃあ毎日見てくださいお願いします、はい、そして、こちらですね、僕もキャナの影響でトライアルデッキ買って始めたよ、おー、すごい、あのすごくね、この番組自体がですね、はい、あのこうやって見ていらっしゃってる方々と絡む番組っていうのところがありまして、ということでお聞きしたいです、何のトライアルデッキをご購入いただきましたでしょうかって、なんでこれちょっとあのビジネスっぽくなっちゃうの確かになんですごい敬語になるの、 ありがとうございますすごい丁寧な言葉になってますからね、丁寧な、ね、はい、言葉になってるんですけども、いや僕がですね、はい、あの2つ買ったんですよ。あ、2つも持ってるんですか。あのトライアルデッキをまず買いまして、はい、一番最初に買ったものが自分の中で、あー、ちょっと合ってなかったなっていうのがあって、あ、戦術的に、まあ、一番最初に買ったのが、はい、あの黄金の騎兵っていうあのトライアルデッキでして、あのノバグラップラーっていうですね、絶対ね聞いてる人分かんないと思うんで、ちょっと細かに話していきましょう、はい、はい、多分、あ、まあ初めてだと思うんで、ね、そうですね、あの私にも分かるようにお願いします。あ、そうですよね、はいはい、まずこのバンガードっていうものがですね、はい、他に、まあ、カードゲームやられたことがあんまりないっていうふうなものがありまして、ね、はい、まあ、僕自身今までね、あの遊戯王だとか、はい、ポケモンカードゲームだとか、あとバイスシュバルツとか、はい、カオスとか、はい、まあ、あのやってると思う、あ、やってるんですけども、はい、あのまずこのトライアルデッキって何というふうなものなんですけども、はい、まずあのそれさえ買えばすぐにゲームできるよっていう、あ、スターターパック、親切、なるほど、あのまたまたいろいろ入ってるんだ、一つのデッキで50枚で、そんなにあるんですか、はい、すごい、で50枚ありまして、はい、それがあるともうそれでもゲームできちゃうっていうのがトライアルデッキです。はい、はい、こちら、まずコメントですね、はい、さっきの何を買ったんですかっていうふうなことに対してのコメントなんですけど、あ、すごい、もう来てる、ミコデッキわら、本当はカゲロウデッキが欲しかったわらっていうふうに言ってるんですけど、実は僕もミコデッキです。おー、はい、すごい、同じ人に影響されて同じものを買ってるっていう、まあ、あのすごい気が合うんじゃないすごい気が合ってる。最初にね、その黄金の騎兵っていうあのスターターパックを買ったんですけれども、はい、まあ、スターターパック、いや、こちらの場合トライアルデッキって言いましょう、ほうほう、トライアルデッキを買ったんですけれども、はい、僕もですね、この姫巫女デッキっていう、これなんですね、はい、この中に入っています、あ、はいはいはい、この中に入っているんですけれども、はい、じゃあまず簡単なそのスターターデッキの中に何が入ってるか、はい、大体どういったものが入ってるのかっていうふうなことを紹介していきたいなと、はい、あの遊戯をやってらっしゃった方はね、はい、分かると思うんですけど、はいはい、まず遊戯の中ではモンスターのカードと魔法のカード、うん、マジックカード と、うんうんうん、あと罠、トラップのカードっていうふうにこの3種類を混ぜ合わせて作るっていうようなものがあったんですけど、はい、バンガード、あの遊戯王で挫折した方もねいらっしゃるんですよ、はい、難しいよ、いっぱいありすぎてとっていうふうなこともありまして、はい、バンガードはですね、なんとモンスターカードしかありません。え、モンスターじゃないな、なんかキャラクターカードしかございません。へー、アイテム魔法がないという、アイテムと、あ、アイテムというか、まあ、トラップ、マジックトラップとかそういったアイテム系がない、へー、
っていうカードゲームなんです。じゃあ全部なんか肉弾戦的な感じなんですか。ある意味肉弾戦です。あ、本当ですか。でこのまあ、すみません、比較対象があの Y 利用しかないです。 Y 利用もうさっき言ってたからもう遅いですよ。もう遅い、はい、確かに遅い、遅いんですけれども、はい、あのライフポイントがね、はい、自分のライフポイント、相手のライフポイントっていう風なものを削っていくっていう風なゲームなんですよ、はいはい、なるほど。なんですけれども、はい、このヴァンガードっていうのは、はい、ライフポイントっていうのはもともとないんですよね。え、もう1回の勝負で勝ったか負けたか、はあ、そうなんだ。それによってダメージ受けるか受けないか、この2択しかないんですよ。へえ。でこのダメージが溜まっていって、はい、6回ダメージ受けた方、先にダメージを受けた方が負けですっていう。へえ。そうなんですよ、簡単に言うと。へー、先にダメージ受けた方が負け。はい、先に6回ダメージを受けてしまったら負けっていう。あー、っていうかその6回戦の、あ、6回戦やって、 あ、別に6回戦っていう何回でもやっていいんですけども、あ、はい、まあ、そこで、まあ、ガードをしたりとかっていうものもできるんですよね。そうなんですよ。で、まあ、こちら版ヴァンガードっていう、はい、まあ、ヴァンガードって日本語で置き換えると先導者っていう意味なんですよね。ほうほうほう、導く人、はい、っていうふうな意味合いなんですけれども、はい、つまりこのヴァンガードに一番最初に置く一枚カードがあるんですよ、はい、それがまあヴァンガードって言われるものなんですけど、自分自身の分身なんですよ。分かってらっしゃいます。分かってます、分かってます。あ、よかったです。分身っていう意味があるんですよ、まあ、1枚目だけですか。1枚目だけまず置くんですよね、はい、でそこにあの自分自身が、まあ、ライドと言いまして、はい、まあ、ある意味進化みたいなもんなんですよね、はい、をあの乗せていくっていう風なゲームなんです。まあそこで、まあ、簡単に説明しましょう。はい、はい、じゃあすみません、寄っていただいてもよろしいでしょうか。はい、こちらですね、ここにまずゼロと書いてますよね。書いてます、はい、このグレード0っていうものを一番最初に置くっていう風な、はい、あ、もうそういう決まりがある、ね、決まりがあります。はあ、はあ、はい、でステップアップしていくためにはこの0よりも上のもの、はい、例えばこういった1とか、はい、で2、はい、そして3、はい、っていう風なものでどん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 レベルアップしていくことができます。じゃあ数字が高い方がレベルが高いってことですか。はい、レベルも高く、この下に書いてあるこの数字、あ、これが、それ、はい、攻撃力になります、はい、まあ、3000なんですよね、はい、まあ、これ0だからなんですけど、例えばこれが3とかだったらもう9000とかね、1万とか、そういった強いものになっていきます。はい、はい、っていう風な感じなんですけど、はい、まあ、これあの、まあ、こういった0から123といってしまうのはこういう風なカードしかないんですよ。レベルの3で、はい、が最強、3が最強です。あ、はいはい、で、まあ、0123という風に、まあ、これをうまく組み合わせていくという風なゲームなんです。はい、はい、まあ、これをいうものが50枚、50枚、はい、全てキャラクターカードなんですよね。で僕の場合ね、やっぱり男っていうところもありまして、はい、可愛いもの好きなんですよ。やっぱりそうなんですね、はい、可愛いもの好きなんですよ、はい、ということでたまたまちょっとこっちからね、うん、出したものは全て可愛いもので揃えました。あ、え、全部こういう感じじゃないんですか。じゃないです。あ、そうなんだ。もっとあのいかついものもたくさんあります。うーん、はい、あるんですけれども全て可愛く仕上げております、私のデッキ。可愛い、はい。で、まあ、もう一つですね、はい、まあ、言うことといったらさっき言いましたここですね、攻撃力、攻撃力、あとグレード、はい、といったところですね。グレードここだ。で、まあ、なかなかと説明するのもあれなんで、はい、あとまあここシールドっていってガードするときに必要なポイントになってきます。うーん、はい、そしてもう一つここが重要なんですけど、はい、ここはい、オラクルシンクタンクってこれには書いてるんですよ、はい、これ言ってしまう、まあ簡単に言うと、まあ、はい、クランっていうものなんですけど種族みたいなものですね。へ、同じ種族みたいな。あ、なるほど、はい、まあ、そういったものを50枚全部合わせた方が戦いやすいですよっていう風な感じであります。ただ僕やっぱりね、可愛いもので全部それを揃えようと思うと、はい、結構厳しいんですよ。あ、そうなんですか、はい、なかなかまだ出たてなんですよね。今年になってからこのヴァンガードっていうのが発売されたばかりなので。新しいんだ。新しいんです。結構前からあるイメージでした。そうです、まあ今年の頭の方から、はい、ありまして、っていうふうなところもありまして、はい、僕はこういったね、こういった可愛いものもごめんなさい、はい、可愛い、まあ、これがバミューダートライアングルっていうさっき言った種族なんですけれども、はい、まあ、ここ違いますね。あ、さっきと同じ、あ、違いますね、はい、あ、違う、僕はできればこのシリーズ全部揃えたいのですが、はい、まだ出ていません。あ、
そうなんだ、はい、出てないんだ。出てないのです。出ていないので揃えることができないと。まあそういった感じで、まあ、ヴァンガードにハマっているわけなんですが、はい、あのまあこれを機にね、あの始めてください。わかりましたあ、じゃあ教えてくださいよ。はい、全然全然、はい、じゃあそんな形でヴァンガードについてはよろしいですか。わかりました、はい、若干ちょっとあれですけど、わからない部分もねたくさんあると思いますはい、あの僕もなんせ始めたばっかりなんでね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なんでこの始めたばっかりの俺が説明してるんだというのがでもかなり詳しかった。いや、まあツイッターでね見ていらっしゃる方は分かるんですけど、はい、あのハッシュ三女の影響っていう形でつぶやいていただけるとイコールバンガードってことなんで、言っちゃったよっていうわけでですね、はい、まあ今は、まあ、9月なったばっかなんですけど、はい、すいません、新しい話題に行かせてください。あ、どうぞ。何ですか。まあ9月、はい、来月10月ですよね。10月です。10月といえば何が始まるでしょうかと。10月、はい、何が始まるか。始まるか。10月に始まる運動会とか。まあある意味そうですよねまあすごく、うん、あの、うん、妥当なとこ行きましたけど。そうですよね、はい、秋。そう、秋といえば新作アニメが始まるんです。あ、新版ですね。新版が始まるのです。なるほど。というわけでね、10月、はい、頭から始まる秋新作アニメについて、はい、ちょっといろいろと話をしていきたいなと思うわけなんですが、はい、アニメとか見てます。ちょいちょい見ますよ。ちょいちょい見てます。なんかアニメとかでおすすめのものがあったらぜひつぶやいていただけると嬉しいなと。今、うん、今で言うと面白いな、もうちょいで終わっちゃうけど、シュタインズゲートと、はいはいはい、あとあのバカテスニー。ああ、バカテスニー、あれ好きですね。あ、はいはいはい、バカテスは僕も大好きで。あ、本当ですか。大好きで。あれ面白いですよね。おすごい。ただの僕のあのブログのね、はい、性別のとこに性別秀吉って書いてますけどそうなんですか。一応でも男の子ですよね。男の子です。あ、なるほど。でも秀吉って言ってます。あ、面白い。女の子みたいだけど、そうそうそう、実は男みたいな。なるほど。そんな感じなんですよ。はい、まあ次の秋アニメ、はい、ブームさんは何か。あ、この夏ですか。夏ですよ。夏ですか。はい、まあ今言った以外で言いますと、はい、まあ、夏目友人帳。ああ、であったり、2期やってましたね。あと今ねえ、あとなんだろう、マールピングドラム。ああ、なるほどなるほど、はい、あとこれだけは外せないのが、はい、ローキューブ。ああ、ローキューブ。ローキューブ。ローキューブ、あれバスケですよね確か。え、バスケ、あれあ、なかったことにしてください。なかったことに。あれ、バレー。あれ、バレー、バスケ、バスケですよね。やった、よかった。やばい。あれ、今おすすめしたのに。そうしたの今おすすめしたのに。うもうね、ボール系だったらもう自分の中でもう一緒になっちゃう。なるほど。球技苦手なんです。なるほどね。苦手なんです。そうですよね、冬のスポーツですからね。冬のスポーツ。はい、フォローなってない。え、なんでなんで。あれ、あと、まあ、これは絶対外せないものがありまして、はい、日常。あ、日常が一番好きなんですか。日常は笑える、はあ、あ、特に見ていただきたいのは22話、まあ、22話見ていただきたい。あれはもう腹筋崩壊会です。あ、そうなんですか。そんなに腹筋崩壊、腹筋崩壊会です。あれがもう良かったですね。まあ、あれは正直めちゃくちゃハマるかアンチかどっちかしかないっていう。うーん、そうなんですか。そうなんですよ。そのまあまあ好きでやつ人が少ないアニメではあったのかなと。全体的にパッと見てね。なるほど。じゃあすごいインパクトがあるアニメなんです ね、きっと、うんうん、でもう一つ同じ風な意味合いで言うと、うん、タイバニー、タイガー&バニー。 あれはすごいですよね。いろんなところがスポンサーついてる。まあ、あれはすごくわかるんですよ。うん、自分自身がまあ、スポーツやってたってこともあって、はいはい、スポンサーをつけて出るっていうのは当たり前の世界に立っているので、ただそれが自分はアスリートとしてスノーボードやってて、はい、それとヒーローとして活躍するっていう、まあ、ある意味リンクがあったからこそ自分はすごく楽しめたっていう。でもすごい人気ありますよね。ありますね。ね、そうなんですよ。そうなんです。さて、秋のアニメそろそろ行きましょうか。あ、わかりました。そうですね、ちょっと掘り下げすぎ掘り下げすぎた。はい、まあ秋、僕が一番注目しているのは、はい、タマユラです。あれ、タマユラって前もやってませんでした。あれは OVA でやってました。なるほど、はい、じゃあ
テレビでやるのは初めてなんですよ。そうなんですね。あ、私後で書いてくれてる。そう、これもね、はい、絶対に自分がブヒるアニメでございます。ブヒる、はい、ギルティークラウン。うーん、絶対ブヒれます。ブヒれる。どんなアニメですか。どんな、はい、もうこれ見るしかないっていうのが一番いいあれなんですけれども、はい、あの分からない人のために、はい、一応軽くお伝えしたいなと思います。はい、ということでググります。おあれあれで、いや、なんか間違ったこと言って、あ、なるほど、それが覚えられても嫌じゃないですか。なるほど。だからあのやっぱりね、あの僕も一応あの肩かあの片片って何？片言？あれ？オタクの端くれっていうのが一応あのしっかりとしたものを伝えたいっていう。そうですね。はい。さすがです。はい。プロ魂。それは今調べるなって話なんですけど。だったら調べてから言えっていう。確かに。話ではございまして。ああ。まあとてもねよろしい。ええー。曖昧。調べてるにも曖昧っていうね、うん、なんかゲームっぽいですね、絵が。ゲームっていうか、なんていうの、まあロボットまでいかないんですけれども、はい、一応ノイタミナ枠なんですよ。ああ、フジテレビの、うん、はい、やるので、まあノイタミナ枠っていうだけであって、はい、自分はすごく押せるっていう。まあ、そこがまず押せるというか一つの、はあ、ノイタミナ枠が好きなんですか。ノイタミナ枠はもうグッとくるものが多い。確かに。でもそうですね、うん、今やってるのも結構グッとくる感じの。あれ今期は何でしたっけ、あのウサギのウサギドロップ。ウサギドロップナンバー6。あー、ナンバー6は見てないですね。ウサギドロップは見てますけど、っていう風な、あの完全に押せるところもそうなんですけれども、ちょっと離れてても全然ありかなっていう風な感じもありまして、まあ、ギルティークラウンですね。こういう戦い系が好きなんですか。いや、そうでもないんですけど、ね、さっき言った日常とか、ね、そうですよね、大好きなんで。そっかそっか。それに借りらないっていう風なところありますね。まあ、あ、なるほど、はい、そういうことか。はい、そういうことです。なるほど、はい、そういうことです。あ、はい、なるほど、はい、14歳のね、まあ、TSUGUMI さんがいいかなって。普通に言えつぐみね。つぐみさんが勉強してるとかじゃないだろうっていう。まあまあ確かに、はい、っていうふうなところがあるので、まあ見ると。そうですね、まあ、あの完全に玉浦もそうなんですけどね。あ、そうなんですね。そうです。なるほど。沢鳥さんがそうです。なるほど。ふーちゃんそうです。全部言っちゃったよ。もう納得しちゃいました。はい、あとまあ個人的に全然そういった声優推しとかではなく、はい、普通に見たいなと思うのがあります。何ですか。ハンターハンター。あー、それは確かに硬いですね。これはハンターハンターがなんか最初からやるみたいで。そうなんですよね。しかもキャスト一新で。そう、キャスト一新で、うん、それがすごく興味深い。確かに。どんなものになるのかなと。うん、あの虫まで出てくるのかなと。そこまで行くんですかね。キメラントまで来るのかなと。でも相当進まないとそこまでいけないですもんね。まあ、ただ自分の中で、完全に、GI までっていう。あ、そこは見たいですね。 HH は GI までっていう。HH は GI、 HH って何ですか。ハンターハンター。ああ、そうか。グリードアイランドまで。そうですね、 GH まで。まあ、最近何でも省略しちゃうっていうね。一瞬分かりませんでした。はいはい、はい、コメントが来てるんですけど、はいはい、え、はい、はい、H と I だけで、はいって聞いて。ああ、はい、なるほど、はい。あと、あの個人的に、推しているのがですね、はい、シハヤフル。んー、それ何ですか。わかんないです。シハヤフルっていう、はい、あのアニメがこの秋始まるんですけども、はい、まあ、まず絵がいい。うん、まずそこからなんですよね。どういう感じの、どういう系の絵ですか。丸い。丸、ま、あ、なるほど。じゃあ丸い、なんて言ったんですかね。なんとなくでもイメージできました。ほがらかっていうのが一番合ってるのかな。はい、ワンクールかツークールだけならハンター試験で終わり。うわー、それは困る、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 
変わるね。芸旅団とか見たいのに。本当だよ。ひそかとか、ひそかとか、ひそかとか。っていうか、むしろビスケに出てきてもらわないと。そうですね。俺は認めれない。グリードアイランドまでは行ってほしい。うん、あの、ビスケの変身シーンは見たい。変身シーンが見たいんだ。うん、あれは確かに衝撃でしたね。うん。うん、みたいな。っていうところはあるんですけども。はい。あと、こちらはですね、じゃあ一応秋アニメはこちらまでっていう、あ、はい、はい、という感じなんですけど、はい、今こちら秋葉 .tv さんの方でですね、はい、こちらドン見えるかな、お、はい、コスピックっていう風なコスプレ情報誌をですね発行しているんですけども、はい、フリマ、はい、はい、フリーマガジン、はい、でございますけれども、はい、実はですね、この半年間1年間どれぐらいですかね、1年間ぐらいちょっと発行はしていなかったんですよ、はい、だがしかし、ほうほう、だがしかし、しかしこの来月、はい、10月またまた発行されちゃいますというわけでございます。まあね、あの10月ということで、はい、ハロウィンっていうシーズンじゃないですか。そうですね、合わせてのこちらでございます、コスピックでございます。へー、はい、中はどうなってるんですか。中はですね、まあコスプレのイベントとか、はい、あ、イベント情報が載ってるんだ。そういった、まあ、イベント情報がブワーって書いてるんですよね、こういう風に。へー、今回はあの宮代のイベントの特集号ということで、はい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 、はい、ではですね、おやしろ様じゃなかった、みわしろ、おやしろ、いや、ちょっと言いたかった、ね、なるほど。はい、こちらですね、埼玉の、宮代町っていうところです、ね、宮代町、宮代町、はい、はい、宮代町っていうところですね、あのコスプレではなくハロウィンパーティーっていうイベントであります。まあ、まあのコスプレって言ってしまうとですね、あの本当にガチな人もやっちゃうんですけども、あ、まあ、こちらの方はハロウィンってこともありまして、はい、みんなで、え、ガチも、あ、ガチも OK なんです、ね、あ、一般の人も、一般の人、あ、ね、両方とも、ね、親しみやすくするためのハロウィンパーティー、そういう、なるほど、いいですね。じゃあ僕もなんかコスプレした方がいいですか、した方がいいんですか、じゃあぜひ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 。僕コスプレっていうコスプレはやったことないですよ。あ、そうなんですか。ないんですよ、実は。意外。ただ僕やりたいのは、はい、あ、タイチのコスプレやりたい。タイチ、あのデジモンの。ああ、そうなんですか。すごくやりたい。ぜひとも、ぜひとも、ぜひとも。ただあのもう10月ですからね、あ、もう短パンですからね、あれ。そうですね、寒い末ですからね。10月の29日、10月29日土曜日、お、うちの妹の誕生日の3日後ですね。おお、なんかちょっと微妙だけど、微妙に近いけど、まあ31日ではないと。31じゃないんですね。あ、まあ土曜日っていうことで。あ、土曜日ってことでね。はい、なんとこちら10時から18時までやっていますので、はい、ぜひぜひ遊びに行きましょう。ああ、まあじゃあぜひお願いします。はい、いや、僕このハロウィン実は大好きなんですよ。あ、そうなんですか、はい、なんかやります、毎年、僕あのコスプレではなく仮装やります。例えばあのここ2年連続してあの着ぐるみまでいかないんですけど、よく、はい、あのは、お、あ、似合わないと思う。そんなかっこよくないもん。あのタイバニのコテツをやってみればっていう勧めが。いやいや、そんなかっこよくないもん俺。いやそんなことないですよ。あ、お、え、何ですか、何ですか、ハッターハッター、4クール以上みたいですよ。マジですか、やばい、これ GI 来るかも、 GI 来るかも、すごいですね。4クール以上ってことは1年ぐらいあるってことですね。1年ぐらいあるね、すごい、やばい、これはテンション上がるわ。上がりますね、テンション上がるわ。さすがハンター、絶対行きますよ、もうあのビスケ変身シーンまでね。はい、だったら俺キルはやろうかな。ああ、いいじゃないですか。あのスケボーじゃなくてスノボー持ったらどうですか。いや、スケボーできます。そこはスケボーできます。スケボーできますか、はい、あと一応スピナーでもあるので。ああ、そうなんですね。一応ヨーヨーやってるんで。もう完全にキルはです。お、オリジナル展開、これはやばい。オリジナル、ハンターハンターのオリジナル展開はやばいよ。やばいよ。どうなっちゃうんですか、オリジナルなんて。いやー、とりあえずあのナルカミは絶対やっていただきたい。ああ、ね、そうですね、ナルカミ、そうですね、分かる人にしか分からないっていうわけでね。はい、うわー、テンション上がるな、キルアとか。キャストってもう発表になったんですか。一応発表はしてます。あ、本当ですか。あ、そうだそうだ、いろいろ聞いた。そういえば、うん、すごい豪華でした。そういえば
楽しみですね、うん、ではでは一応時間が、あ、本当ですか、いいお時間が来ましたので、はい、以上 DDM 的雑談トリビアでした。というわけでね、はい、もう完全に個人的に言いたいことをただ言ってるだけの番組だったら大丈夫かなというふうな、でもそういう番組じゃないんですか、そういう番組です、そうですよね、はい、じゃあ OK ですよ、はい、あのただ単に僕自身が好きなことをただ話していたり、今フリートークですからね、は、何話してもあれ OK と、はい、あのね、前回来ていただいた時に話したこととかも言っちゃって、はい、ただハメを外しすぎたらダメなんだなっていうふうなことを、はい、あの痛感させられた、そうですね、回でございました、はい、お勉強になった回ですね、お勉強になった回、まあ、はい、そういった形でね、あの業界のことも勉強していこうっていう番組でございます、はい、ね、番組を通してそういうことを ね実践的に実践として勉強していくみたいな、なかなかないよ、ないですね、ないよ、怖いですよある意味すごい、もう当たって砕けろ的な、当たって砕けろ、砕けてはいけない、そうですね、うん、砕けない心を持ちつつ、はい、昨日今日とね、あのブログの方で、はい、結構硬いことを書いたんですよ、へ、まあ、それを見ていただいた方に関しては、はい、あ、そういう風な思いがあるんだなっていう風なことを分かってもらいつつの、はい、今です、お、じゃあ皆さん期待してらっしゃるんじゃないですか、何ですか成田さんの心意気に、ちなみに今日の僕のブログを見ていただいてますか、昨日見ました、あ、昨日見ましたよ、あ、アシスタントはこれで正直心配です、でも逆はどうですか、逆一応チェックしてます、本当ですか、はい、あ、じゃあ見ます、すいませんでした、すいませんでした、あ、いいですよ全然、というわけで、ね、まあ、こちらの番組がですね、もともと僕自身が声優になろうという風な番組でございます、はい、はい、というわけで、まあ、そういったね、お勉強もしていかないといけないなと、はい、自分自身が好きなことばっかり話しててもダメだなと思っておる、いいですね、はい、勉強しましょう、次第でございます、はい、というわけで、成田ドーム続いてのコーナーはこちらでいきたいと思います、はい、いきますよ、はい、どうぞ、成田ドーム声優への道 Road to Voice Actor というわけで、わ、このコーナーでは、はい、はい、はい、このコーナーでは声優として必要なスキルを、はい、取得するべく、はい、まあ、私成田ドームがですね、はい、いろいろなことに挑戦して、はい、まあ、声優さんが実際にやっているようなね、はい、ことを挑戦していこうっていうふうなコーナーでございます、うんうんうん、なるほど、そしてやっとですよ、はい、もうこれ何回目ですかね、この D レボリューションは9回目、お、10回目だったらちょうどよかったんですけど、まあまあ9回目でした、9回目、はい、もう9回目なんですね、そうですね、はい、そうですね、そうですね、だってそしたら5ヶ月くらいじゃないですか、してますね、そうですよね、わー、すごい、うん、というわけで、まあ9回目になって、うん、はい、やっとっぽいことができるなと、え、やってなかったんですか今まで、実はこれやっていなかったんですよあ、そうなんだ、やりたいと思ってたんですけど、はい、なかなかやる機会がなくて、でもずっとあったんですよね、このコーナー、ずっとありました、へにもかかわらずやっていなかった、あ、一番最初早口言葉から始まりましたから、あ、でもいいんじゃないですか早口言葉は、うん、はい、ということで今回のお題は、はい、こちらでございます、ウイロウリ、おー、わかります、ウイロウリ知ってますよ、そりゃ、まあ、声優になる方は必ず通る道だと、そうですね、言われるコーナーでございまして、絶対ありますね、はい、まあ、こちらの今日のウイロウリをですね、はい、まあ、めちゃくちゃ長いわけでございまして、そうですよ、はい、これを3分以内に完食食べてる。ういろだけにね、3分でも完食できていいのか。完全に読み終わっていただこうっていう風なコーナーでございます。はい、読み終わっていただこう。いやいや、俺が読み終わらなきゃ意味ないじゃんっていう。そうですよ。そうですよ。なんですけれども、まずはですね、新人声優ってこともございまして、いやぜひ挑戦していただこうと、いやでも思っているわけでございます、ウイロウリをこうなんか何分以内に読むとかっていうのでやったことないのでまあ普通ねやる方やらない方たくさんいらっしゃると思います、なんか速さを競ったことがないので、どこまでいけるんだろうって感じですよ、まあ3分になった時点で終了っていうふうなことが一つ、いや怖い、そしてもう一つがですね、はい、噛んだらそのショーの最初から最初まで、はい、終わると、
音を出していただける。あ、判定されるんだ。判定されるそうです。あ、ごまかせないんだ。ごまかせない。あ、じゃあそういうわけでね、あのちょっとゲームっぽいあの色も出しつつやっていこうと思います。はい、で水泉さんの挑戦をもう皆さん首を長くして待ってると思うので、いやじゃあでもまあ試しにっていう感じで、はい、やってみます。では行きましょう。はい、行きますよ。よーいスタート。拙者親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、曹州小田原一色町をお過ぎなされて、青物町を上りへおいでなさるれば、欄干橋虎屋東右衛門、ただいまは啓発いたして、遠斎と名乗りまする。岩町より大津ごもりまでお手に入れまするこの薬は、昔、陳の国の当人、ウイローという人我が町へ来たり、帝へ三代の折からこの薬を深く込め置き、用いるときは一粒ずつ、冠の隙間より取り出す。よってその名は帝より、東鎮光と共回る。すなまち文字にはいただきすく匂いと書いて東鎮光と申す。ただいまはこの薬ことのほか世情に広まり、方々にせぜただいまはこの薬ことのほか世情に広まり、方々に偽看板を出し、いや小田原の灰田原の三田原の隅田原のといろいろに申せども、ひらがなを持ってういろうと知るせしは親方遠斎ばかり。もしやお立ち会いのうちに熱海か遠野沢へ当時においでなされるか、または伊勢御三宮の折からは、ただいまはこの薬ことのほか世情に広まり、方々に偽看板を出し、いや小田原の灰田原の三田原の隅田原のといろいろに申せども、ひらがなを持ってういろうと知るせしは親方遠斎ばかり。もしやお立ち会いのうちに熱海か遠野沢へ当時においでなされるか、または伊勢さ、でもこれ丸ここなんで、これってもしやからでいいんですか？もしやから、もしやお立ち会いのうちに熱海か遠野沢へ当時においでなされるか、または伊勢御三宮の折からは必ず門違いなされまするな。お上りならば右の方、お下りなれば左側、八方が八棟、表が三棟、玉堂作り、破風には菊に霧の塔の御門をご赦免あって、経図正しき薬でござる。いや最前より家名の自慢ばかり申してもご存じない方には、昇進の胡椒の丸飲み白川よ船、さらば一流食べかけてその気味合いをお目にかけましょう。まずこの薬をかように一粒舌の上に乗せまして、腹内を攻めますると、いやどうも言えぬは一心肺管が健やかになりて、訓風飲んどより来たり、甲虫微量生ずるがことし、魚腸きのこ麺類の食い合わせ、その他万病速攻あること神のごとし。さてこの薬第一の奇妙には、舌の回ることが銭ごまが裸足で逃げる、ひょっと舌が回り出すと矢も盾もたまらぬじゃ。そら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 目終わってきたわ、終わってくるわ、あわよのんどん、さだらな舌にかけさしよん、浜の二つを唇の形状、会合爽やかに、赤外の浜やらはおこそとの浜やろう、一つヘギヘギにヘギ星はじかみ、ボンマメボンゴメボンゴボウ、積み立て積み豆積み三章、諸世山の車窓城、小ごめの生紙、小ごめの生紙、コンコごめの粉生紙、シュスヒジュスシュスシュチン、親も貨幣子も貨幣、親貨幣子貨幣子貨幣親貨幣、古栗の木の古切り口、20秒、甘がっぱか万がっぱか、貴様の気半も乾き半、我らは気半も乾き半、シッカーバカバの尻尾転びを見張り張り投げにちょっと縫うて縫うて、ちょっとぶん出せ河原なでしこの席つく、ぬらにゅらいぬらにゅらいぬらにゅらいにぬらにゅらい、椅子ちょっと先のおこぼとけにおけすん、ちょっと先のおこぼとけにおけすん、預けるな細飛ぶにジョジョニュロリ1-0。どこですか？細飛ぶにジョジョニュロリ、ドジョニョロリまでです。ドジョニョロリ、いやー難しい、すいません、あの言い訳させてください、はい、あのここのすごい伊勢または伊勢御三宮の折からなんですけど、私やってたのって、はい、伊勢三宮の折からだったんですよ。おそういうのがあるんですね。そうなんですよ、ちょっと言い訳でした、すいません。はい、いやでも実際ですね、僕ウイロウリを全部読んだこと一度もないんですよ、はい、そうなんですか。あのだいたいこの最初の東鎮光と申すまではあるんですけど、はい、そこから実は全然知らないんですよ。ってこんな短いところをどこで読んだんですか、逆に。逆にここまでしか 見たことないっていう。へー、なんでちょっと今日ねこれ帰ってあの練習しますけれども、そうですね、ただノー練習のナウですからね。おーノー練習のナウって何。あ、じゃあすごいあれですよ、ぶっつけ本番で、本店ぶっつけ本番、はい、あはっ声出るかな、ちょっと出てます、大丈夫ですよ、出てますよ。よし、じゃあちょっとね頑張ってみよう。はい、頑張ってください。じゃあ、はい、コールお願いします。では行きますよ。よーい
スタート。拙者は方と申すは、お立ち会いのうちにご存知のお方もございましょうが、お江戸を立って二十里上方宗主小田原意識町をお過ぎなされて青物町へお登りへおいでなさるは、欄干橋捉え東右衛門ただいま啓発いたして遠征となりまする。眼中より大坪森までお手に入れまするこの薬は、昔陳の国の東人ウイローという人を我が町へ来たり、帝へ三代の折からこの薬を深く込め置き、用いる時は一流ずつ冠のお隙間より取り出す。よってその名を帝より東鎮香と賜る。すなわち文字にはいただきつく匂いと書いて東鎮香と申す。ただいまこの薬ことのほか世上に広まり、方々に偽看板を出し、いや小田原の灰田原の三田原の隅田原のといろいろ申せども、いろがなをもってウイローと知る摂氏は親方冤罪ばかり。もしお立ち会いの中にお民が熱海がもしお立ち会いの中に熱海が東の沢へ東人おいでなさるか、または伊勢御三宮の折からは必ず門違いなされまするな。おのぼりならば右の方、 お下りならば左方左側向かいおのぼりならば右の方、 お下りなれば左側、八方が八つ胸、表が三つ胸、玉堂作り破風にあきくりの塔のことなんかお経みたいになっちゃった。でござる。いや、最前より仮面の自慢ばかり申しても、ご存じない方には昇進の故障の丸のみ、白川よ船なさらは一流食べかけて、その気味合いをお目にかけましょう。まずこの薬を、かように一粒下の上に乗せまして、腹内を攻めますると、いや、どうも言えねえのは、一心配管が健やかになりて、君風飲んでおりきかり、甲虫微量を生ずるかごとし、魚中、キノク、麺類の組み合わせ、その他、ワンビオソウ、どこですか、魚中、キノク、麺類の組み合わせ、その他、ワンビオソウある、ある、ことを神のこと、万病そこあることを神のことし、さて、この薬、大腸の君は、下の回ることが、ゼニゴマが裸足で逃げる。ひょっと、舌が回り出すと、矢も盾も、たまらぬじゃ。それはそれは隣り回ってきたわ、回ってくるわ、あわやのんど、さたらな、さたらな下に、影差し音、浜の二つは唇の形状、介護爽やかに、赤たたな浜やらは、おこと外の、おこ外のほもよろを一つ次、次に、へぎ、一つ、へぎへぎに、へぎほしはじかみ、ぼんまみ、ぼん、ぼん、ぼんまめぼんまめぼんごぼう、つみたで、つみまめ、つみましょう、書写写残、書、諸者山の車窓上、こごめの生紙、こも、こごめの生紙、こごめの、こんこごめの小生紙、シュス、シジュス、ジュス、シュチン、親もかへ、こもこへ、親かへ、こかへ、こかへ、親かへ、古くいの木の古く、切り口はわがっぱが、バンがっぱが、今日のキャンマカキャン、俺らがキャンマカキャン、実家は関心が、この目に入り、中にちょっとぬうてぬうて、ちょっとぶあー無理、全然無理。どこ今どこでした？ここですね、河原なでしこまでです。河原なでしこ、うわー無理、あー難しい、難しいですよね。ちょっと人形さだね。に私どこまででしたっけ？土壌にゃろり。土壌にゃろり、あね、人形さ、あね、どっちか、はい、イエーイ、よかった、よかった。あね、あーふう、なんとか番組開始ギリギリ間に合った。番組もうだいぶ開始してますけどね。してますね。あれ番組が始まっているが気のせいか、気のせいではございません。はい。得意のラップ調で言えばいいと思いますが、確かにラップ調で言えばいいんだ。ああ。ラップ調で言えばいいんだ。ああ。でもね、あのね、ラップってあの思う、ラップ調にようようようってリズムよく言えばいいっていう問題ではございません。じゃないですか？あ、韻を踏まなきゃいけないんです。ああ。なのでラップ調に上って言われても韻を踏む場所がないからわからない。ああ、どうさん、どうもさんはかなり甘めします。確かにちょっと不公平だなって思いました。ちょっと思いましたけど、でもまあでもしょうがないです、今日初めてですからね。もう初めてですからね。ちょっと、はい、あの読んときます。あ、私も読もう。いやちょっとね、いい勉強になった。うん、楽しい、しかもなんか楽しいし、うん、俺何言ってるかもう途中から分かんなかったの。俺何のことか、だいたい歌う時とかって、はい、その情景を思い描いて歌うんですよ ね。思い描けないもん。これでも一緒ですよ、お芝居と一緒なので、うん、もう情景立って、もうウイロウリになって本当はやった方がいいと思います。ウイロウはいらんかい。そうですそうですそうです。ウイロウはおいしいよ。手のひらに三つの羊羹、羊羹じゃない、羊羹。特にあの確かに。ちょっと厳しいコメントが今。あのね、
分かんなかった。どこにアクセントを入れてやるのか全然分かんなくてやったんで、もう途中から呪文だった。呪文かお経みたいな感じが出た。復活の呪文でした。復活の呪文でした。あのエリクサーっていうね。あエリクサー。エリクサーでございました。エリクサーか。言葉のエリクサー。世界中の墓と。世界中の。うわー厳しいなこれマジ厳しい。いやーでも本当なんか本当久しぶりにちょっとこれ勉強してよこうちょっと勉強して今9回目でしょ。はい。18回目にもう一回やりたい。やりたいリベンジしたい。なんかその前に一つ聞きたい、はい、18回目までやっていいんですか。そこそこ問題なんですか。だいぶね。あだいぶね。そうですね。そう頑張りましょうよ。じゃあちょっと頑張ろう。はい。まず18回目までこの D レボリューションが続くことを頑張ろう。そうですね。まずはそこ。でもこれも頑張りましょうね。ね毎日。いやーいやさすがにね、メガネしててもダメだった。レンズないから。意味ないじゃん。それは意味ないです。ダメだった。うん、やっぱりダメだった。本当ですよね。いやちょっとね、ウイロウリ。いや最近ね、あのアイウェ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 イっていうものを必ずやってるんですよ。何か喋る時には。はい。今日もちろんそれやってたんですよ。はい。やってたんですけれども。はい。はい、すいません、この途中のあれなんですけど、今思ったけど、今日のゲストって、サザエさんで泣く人ええ。そうですね。まあ、ゲス、まあ、サザエさんで泣く人です。そうですよ。昨日。しかもですね、これ、はい、ゲストではなく、アシスタントに。アシスタントなんですよ。なんて言うの上位。昇格。昇格しました。昇格。わーい。違いますよ、今日初めてですよ。初めての出演なので。あ、ブログに書いたかな、そういえば。サザエさんで泣く人とコラボレーションって書いてきた。昨日もちょっとちびまる子ちゃんでやばかったですね。あ、やばかった。うるうるやばかったです、ちょっとうるうるきました。まる子、おばあちゃんじゃなくて、まるちゃんがあのお母さん、あ、違う、なんかあのぬいぐるみ屋さんでどうしても欲しいぬいぐるみができて、でもお金がなくって、でもそのなんかいろいろ、まあ説明すると長いので、隣にいた男の子に70円あの借りて買うんですよ。でもなんか豚で、なんかアフロの豚アフロのぬいぐるみで、でなんかまあ、あ、そういう趣味なんだまるちゃんって思ってたんですよ。でもあの後半で、あ、これお母さんに似てるって言い出すんですよ。ひどい。いやでも、あ、お母さん似てるから欲しかったんだっていうのでちょっとうるってきましたね。あ、分かってもらえた。やったはい、ここでですね、もう一つコメントが来ました。はい。アシスタントって今までいなかったからなと言ってよ。そうなんですか。よし。あ、僕ですね、あのアニメとかはですね、あのよく見ますけれども、さすがにサザエさんとかちびまる子ちゃんまではチェックできません。なんでですか、してくださいよ。してください。いや、あの毎週あるからね。そうですよ、サザエさんちびまる子ちゃん。そうです、そうです。あのそういうふうな長寿アニメを一つだけ見ていたんですよ。何ですか。結構前まで。何ですか。ドラえもん。あー、ドラえもんも見てました、私も昔まで。そうなんですよ、昔っていうか。ただ僕声優さんが変わったから一切チェックしなくなった。一緒です。一緒ですね。ドラちゃんそんな声じゃない。そうなんですよ。こう慣れ親しんだあのドラえもんじゃないとやっぱりちょっと違和感ですよね。見なくなりました。逆におかげで弾丸論破の方がすごくチェックしたくなったっていう。何ですか弾丸論破って。ガンガンランパーって知らないですか。え、分かんないです。かりますか、ね、今やってんですか。ゲームなんですけど。へぇ、分からない。分かんないですか。知ってますよね。知ってますよね。大山先生がこれやってるんですよ。ガンガンランパーってやってますよ。あー、懐かしい。そのなんかすごいイメージできる、そんな感じだ。何かしないと、何かしちゃうととかいうあれがあるんですけど。今日の髪型はサザエさんに似てないですね。そうですね、本当だ。今日は何なんだろうこれ。今日は何だろう、ポニーテール。
ポニーテールいやいやシュシュつけてないけどねダメ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 そうかダメだ私今のも危ないですよやっぱりやっぱり来るとバッグじゃないですか私のせいじゃないですよファットボムって呼びますよあやばい今のもちょっとすいませんでした申し訳ないですやばってやばっていくら秋だからってやめてくださいそうですね本当ですよ今のうまいかどうか分かんないえ、なんだったんですか今いや分かんないもうはいというわけでですねはい、そろそろエンディングの方に入りたいと思うんですけどいいですかはいどうぞはいもうエンディングなんですかそうなんですよ早いじゃあこちらの、ね、台本通り読ませていただきましょうかたまにはさて今夜もエンディングのお時間となってしまいました。まずは告知のコーナーです。全く感情ないけどあれ全く感情ないんだけど告知告知あ告知あちょっと先ですけど、はい、9月の25日、はい、あ9月の25日に、はい、芝浦キューブさんでアイドルインク撮影会っていうのがありまして、はいはい、私はそちらの5部のオフ会パーティーナイトというイベントの MC をやらせていただくことになっております。おーで実はそのイベントにはですねこれ言っちゃっていいのかな。あいやもう言っちゃいましょう。ダメなの。ダメじゃないですよ。あ、言っちゃってください。言っちゃいますよ。言っちゃってください。ただその前にたくさんあるんでそれをちょっとあっと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 ダメだ今日もうダメだ安定のダメだ今ですねしばらキューブさんでやります、はい9月25日撮影会はいアイドルインクアイドルインク撮影 会私の妹たち D シスターズも初めて撮影会を行います。すごーい初めてなんですね。初めての D シスターズが集まるのは初めてなんです。へーまあ個別ではあったんですけどね。うん、なるほど、うん、一人一人はあったけど初めて全員ということですよ。初めて全員っていうものになっちゃいます。すごーい、はい、そして、コメントでですね、はい、水色さんに対してだと思いますけれども、はい、初めてなのにこのこなれた感じは何だろうか。こなれてるかな。あれすごいこなれてる感じは。えすごい初々しさを出したつもりだったんだけどあれそしてさっき来たばっかりなのにもう終わり。そうなんです、もう終わりなんです。 あれさっき来たばっかりなんだ結構ね結構ね1時間前からちゃんとやってたよね。一応ね、うん、一応やってますよ。そうじゃあ僕の方のね告知もやっていいかな。どうぞお願いします。はい、ドームさんの撮影会はないよ俺映して楽しいの楽しいんだったら俺出るけどさなんか脱げばいいよとりあえず上半身だすごいサービス上半身ねこうやってサービスなんてちょっとこうやってマジですか。こうやってやっとけばいい。あーなるほどね。あよかったびっくりした。また脱いでちょっと放送いや脱がない脱がない放送できなくなったら脱がない脱がない一応電波に乗ってるからこうやって後ろでこういうふうにあーなるほどなるほど萌えってね萌えって女装でいや女装でじゃなくなるほどいやいやいやで、あと撮影会もあるんですけども、はい、でっかいイベントもやるんですよ。お何ですか。9月の14日に14日、はい、来週またまたあじゃああさってです。はあまたまた川崎のクラブチッタさんで D シスターズやっちゃいます。おー川崎はい川崎クラブチッタです。うんそしてこれだけはね、はい、これだけはね、はい、絶対に言い逃してはならない予定がございます。何ですか ?9 月の22日、はい、六本木でですね、はい、とある、まあ、ライブをやるわけなんですけど、はい、ただやるライブじゃないんですよ、これが。え、どういうことですか。成田ドームバースデーパーティーでございます。いつって言いました今。9月の22です。あーお誕生日なんですか22。ですです。おめでとうございます。ありがとう。22日だからといって22歳じゃないぞもうなんと今年で26歳になっちゃうんだぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。そしてドーム君露出狂だったのかメモよメモすなって露出狂ないからねでやることないからそれしかないのかと思っちゃっただけですよ。メモされちゃいましたよ。でもそうですよ。はい、というわけでですね、22日ももしよかったら、はい、来ていただけると嬉しいなと。そうですね、はい、特にプレゼントはいい。
お、もう、お、あのね、来てくれだけで嬉しい。なるほど、皆さんの、皆さんの顔が見たい。そうですね、皆さんの顔がプレゼント。ネット上でね、うんうんうん、こうやって会話をしていただける方はすごく嬉しいんですよ。はい、ただやっぱりね、顔知らない人も多い。なるほど。ので、ぜひとも来てくださいと。はい。まあ詳細はですね、はい、こちら。ちょうどいいとこになった、D プラスのホームページに、はい、このホームページって見えるかな、見ますよね、http://www.d-plus106.com D プラスドーム .com でございます。はい、はい、こちらの方にイベント情報書いてますんで、よかったら、見てください。はい、はい、というわけでですね、はい、もう残り5分になっちゃいましたよ。なっちゃいましたね。なっちゃったところで、はい、アキバドット TV の宣伝もね、して、そうですね、したいなと思います、はい。まずこちら、アキバドット TV はですね、秋葉原から、徒歩約10分。10分ぐらいです。はい、ぐらいで、つける場所にございまして、はい、こちらですね、アキバドット TV、まあこういったスタジオなんですけど、オフ会にも使える。うん、撮影会にも使える。うん、そしてこういった、あのネット TV にも使えると。使える、いろんなことが使えるフリースペースでございます。はい、ということで、皆さんこちらのね、あの秋葉ドット TV のスペースを何かしらね、有効利用していきましょうよと。していきましょう、はい、ということでやっていきたいと思います。はい、はい、まあこちらですね、あの info@akiba.tv.com、はい、の方ですね。TV、あ、秋葉ドット TV。 あれあれはい、すいません、info@akiba.tv TV、 はい、info アットマークアキバ akiba.tv akiba.tv、 はい、こちらの方ですね、タカタカと打っていただけると、いつ使えるよっていうようなことを教えていただけると思いますので、はい、詳しいこと載ってますので、まあそういった感じでございます。まとめましたよ、今ちゃんとまとまりましたよ。あと、そうですね、あの今コメントで、はい、あの会いたいなっていうふうな話をしたら、はい、顔なしだからって言われた。顔なしだからって言われた。なるほど。ね、それあの千と千尋のなんとかっていう感じですか。そういうことじゃないですかね。あ、そういう感じですよ。先生、先生っていう、そういう感じですね。それ違います。あの、同じ人です。同じですか。同じ人っていうか、中に入った場合です。ああ。先生だ。先生だ。先生。先生。ああ、あった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 。似てる。みんなでいくらでもくれてやる。おお。先生。先生。今レパートリー1個増えたんじゃないですか。いや、一応持ちネタです。あ、持ちネタだったんだ。そうなの。間違えたです。というわけでですね、今後ともこちら D レボリューションの方、はい、ご引きしていただけると。そうですね。まあ D レボリューションだけじゃなくてね、はい、あの第4月曜日はですね、はい、その D レボリューションがあの D シス会になってます。おお。はい。ということで、観覧も可能ですので、そうですね。ぜひ見に来ていただきたいなと。ぜひ見に来てほしいです。はい。そして第2月曜日はまあこういった形でね、はい、まあ、今回はまあノンゲストだったんですけども、ノンゲストで、まあゲストさんに来ていただける時もあるような形では。はい、ございます。そうですね。そしてこれからはアシスタントとして水入さんが来てくれるっていうことでございます。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日からだからね。そうですよ。今日からだからね。初めてですよ。はい。はい、ということで、そうですね。次回放送がですね、9月26日でございます。おお。はい。秋葉ドット TV、こちらの場所でやってますんで、はい、ぜひともご観覧に来ていただけると嬉しいなと思っております。ティシスカイです。よろしくお願いします。お願いします。はい。あ。今日はね、26日ってことは、はい、22日から4日後でございますよ。そうだ、あの22日来れなくてもいいんですよ。26日来てくれれば。なるほど。あ、その時は、その時はプレゼント待ってますけど。そうなんだ。22だったらいらないのに25はいるんだ。26はいる。そうだったんだ。じゃあ22に行った方がいいと思いますよ。そう思いますよ。どっちの味方？あ、そっか。あ、じゃあ、両方来てくれたらベスト。そうですね。うん、両方です。そう、あの 3DS とか欲しいとか言わないからさ。今ちょっと今ほのめかしちゃいましたよ。新しい PSP が欲しいとか言わないからさ。新しい色のやつ。いや、あのね、PSP 壊れちゃったの。そうなんだ。というわけで、そろそろ終わりたいと思います。おお。皆さん。
今日もあのこんなグダグダ放送自分で言っちゃったよ。本当だ、言わないでくださいよ。グダグダな感じでいつもありがとう思っております。こちら DM でしょ。本日も1時間お付き合いいただいてありがとうございます。ありがとうございました。それでは今夜のお相手はアシスタントの水井雷澄と、そして私、成田どうもでございました。また26日見てくださいね。それではまたねー。この番組はお揃い専門ショップふたまよ、レザー専門ショップリュウグウ、シビア美容室エルドラード、 AKB が私、眉毛サロンビアン、以上のサポーターで成り立っています。